また続きをやってみたいと思います。中途半端なところで今キャプチャーが終わってしまったんですが、あーえーあお坊主坊主じがじび、もう一度やってみたいと思います。いついほしかしひまよまわあえあぼ坊主坊主じがじび、もう一度やってみたいと思います。いついほしかしひまよまわあえあぼ坊主坊主じがじび、もう一度です。いついほしかしひまよまわあえあお、ああいうのも遅れていますが、ぼずぼぞぼじがじび、もう一度やってみたいと思います。いついほしかしひよまよわあえあぼぼずぼぞ、あぼずぼぼですね、じがじび、もう一度やってみたいと思います。いついほしかしひよまよわあえあぼぼずぼぼ、あ間違えてしまいました。ぼこれはあそうですね、今は薬指の本文書のまま押してしまったんで、薬指の1個下を下の段弓を1個動かして押さなければいけなかったんです。でじがじび、もう一度やってみたいと思います。いついほしかしひまあ、よまよはあえあぼぼずぼぼじがじびですね。で次の問題やってみたいと思います。そうですね、いやここでちょっと休憩したいと思います。まあ、そんなに確か時間は取ってないと思うんですが、そうですね、まあ2分しか経ってないのでどうしよう、中途半端なところなんですが、まあここでやめたいと思います。次は親指シフト入門編、入門編の3練習問題32からやりたいと思います。